はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ来ましたね。今回もやっていきます。50ポイントゲット。はい、そしたらね、ニャーサーね、超アップ来ましたんでガシャ行きましょう。多分ね、3赤使った楽しく無課金攻略やってるので30-20-20のね70連行こうかなと思います。一瞬で数えきれないほどプニ、そしてデカプニ消すと技ゲージ溜まると。まあついね、ジバニャがね ZZZ になって、多分次にフユニャンとかもね ZZZ になれると思うとちょっと嬉しいね。 ZZZ はね 1% なんだよね。 1% で超アップってありなのかなと思っちゃうけど、はい、まあやっていきましょう。まああとはね、確率低くても意外にラストチャンスとかね出るんで、まああとはちょっとラストチャンスにかけようかなと思ってるかな。はい、そしたら今ね、ご褒美のまま7、割と今回、あそうだ、ご褒美のままね出やすいんだけど、そうお知らせでもなんだっけこれだ、青騎士の間とご褒美の間がなんか両方出現率アップみたいな、なんか珍しいね。うん、まあでも今回割とご褒美の間が出やすいかな、そんな気がしてますが、今日漢方は2個で1個デフォルトドロップだけかな。これで13,500はいったね。今回漢方落ちたっけな、なんかねどっかのアカウントで落ちたな。うん、落ちたね。普通にあれで落ちました、あのボーマの間で、ボーマの間でね落ちましたね。まあでも間違えて使っちゃうんだろうな。さあ行きましょう。30連、本当はね100連しない、 1% だからね100連しないと当たらないですけど、まあいいでしょう。どっかのアカウントで引っかかってほしいなって感じですね。まあいいんですよ、気まぐれゲートはとにかくガシャを楽しむイベントですね。これはまさか、ああニャーサー以外特攻いらないもんな。もうなんか SS さあいくよ、金3個、うっ、おお、いいね。うや。まあでもレベル上げとかやった方がいいのかな。SS が2個。さあ20連目。これはまさか金だな。でもこの前のイベントでは久々に、虹以外から ZZZ も出たし、ZZ も出たしって感じでしたね。 Z も、おお、必殺の非連勝ガシャですね。最後止まれよ、あやっちゃった、イエーイ。おお、妖怪学園 Y のオモンガーレディ、クマ子ちゃんですね。さあラスト、このアカウントはラストね。まあでも本当あれだよね、10連で出るアカウントもあれば本当100連やっても出ねえしな。まあこのぐらいで、ただしね本当私の場合本当ねクリアをしないと周回やれるんでね。なんか微妙なんだよな、クリアするともうなんかやる気しなくなっちゃうんだよな。最高ラストポン、よいしょ。 SSS は2回ぐらい出たな。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。残念でした、まあ 1% だしね。じゃあ2番目いきます。はい、これ2番目のアカウントで
30の66か、まあ、このカウントはご褒美にもなんか出てこないんだよな。あ、そっか、漢方、漢方はこのアカウントは落ちてぬ。落ちてねえけど、まあいいか、2個のままだね。まあまあまあ、とにかくニャーサー当てないとね。ニャーサー22日までか、3日間。20連できますね、このアカウントはね。まだならぬ気配を感じますね。さあ行きましょう。レベル上げやった方がいいのかな。力を感じるでみせ。まあまあ、こんなのよくあることですね。ちゃちゃと。でも割と SSS もな、2回出てくれたから赤で止まるかもね。サブ赤だし、このウォール街がよく出てくるね。ふみちゃんもね、多分今後出てくると思うので楽しみにしたいですね。さあ行きましょう。一応これでトータル50連目か。あー、さすがニャーサー厳しいね。ただ今回は金が多いな。絶対同じ確率でも全然違うよね。だってラストチャンスめちゃ出やすいもんね。絶対数字合ってないと思う。さあ浦島にゃん、スピーディーダブルじゃない方、カンフーマハか。さあラスト、おお、なんだっけ、マドモアイゼル、秘宝妖怪エンブレム妖怪という感じでございました。あかんね、レベル上げした方が本当迷うとこだね。いっぱいレベル上げした妖怪いるもんね。はい、まあまあまあいいでしょう。じゃあ3番目いきましょう。レベル上げいっぱいいるよな。うん、はい、これ3番目のアカウントで、これをもうまだこのアカウントね、ケイタキュン持ってるアカウントです。32だね。まだもうちょいでグレブリンですね。漢方落ちてないのか、メインアカウントだけか。まあ、ああ、落ちてる落ちてる。そうだよね。ウォーマンの間でした、これも。はい。あ、じゃあね、これだ。このアカウント5個なんですよね。そう、でも1個、あ、そうだ。これもう交換しちゃったからだ。だから2個、3個ドロップだね。うん。また3番目のアカウントだけ。前回の漢方もそうでしたけど。あ、前回の漢方は2番目のアカウントだ。まあ、ケイタキンいるんだけどね。微妙ってやつですよ。さあここまで来ちゃいましたね。30、20と回して10連ずつ毎日回した方がいいのかな。一気に回しても10連で出るときは出るしな。ガシャは気まぐれだぜ。来い。さすが。まあ、あとはラストチャンスにかけるかな。追加今回あんのかね、追加が。まあでも気まぐれゲート妖怪は本当気まぐれゲートで活躍するような妖怪にしてくれてるから結構強くていいんだよね。だからまあいけるだけいきたいけどね。さあ70連目ですね。よいしょ。あー、最後も来なかったな。確定ですか。なるほどね。まあでもまた頑張りましょう。さあ行くよ。おい、うーん、
取りゃ。うん、残念。まあでもまあ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 こんなもんですね。10連ずつ回してもたくさん回してもあれだね。まあ一応このアカウントね、ケータキュンがいるので、はい、一応技レベルは2か、うん、なんですけどね。はい、まあスキルどうなんでしょう、ぶっ込む必要もないのかなと思うんですけどね。はい、なんとかこのスキル2もねゲットしたいなと思いますが、まあいいタイミングでねたくさんお助けがあれば、これをね漢方なしで78クリアできたら、今回でもね豪傑が使えるので、うん、あのこのアカウントとね2番目のアカウントはそう、こんなメンバーでやろうかな。ケータケンそんなに強くないん、これだったら別になんかバッキバキの学校側たちの方が強いので、うん、どうなんだろうな、ケータケンなしでやってもいいのかなって感じは若干してんだけどね。はい、これでとりあえずねみんなが集まってる時間で漢方ねなしで突破して、そうしないとね12中3までね行くのかなり大変なんでね。私あ11、12か、私無課金攻略でやってるんで、はい、まあじっくりゆっくりやりたいと思っています。はい、じゃあすいません、今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、皆さん出ましたかね、私はもうちょいでしたね。はい、また頑張ります。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。なるほど。